皆さん、こんにちは。今回は、声優田中秀之さんをご紹介いたします。限られた時間ですので、作品数を絞りました。どうかご理解ください。田中さんがデビューされたのは、1974年の科学忍者隊ガッチャマンでした。その後、ドカベンの山田太郎役で、主役を演じました。それでは、70年代から80年代までの作品を続けてご覧ください。俺は君たち科学忍者隊がギャラクターと戦っているおかげで夢も希望も失ったんだ。見ろ、ちょうどあの町のように俺の海底牧場はめちゃめちゃに被害を受けたんだ。そりゃ君たちは任務だからやったんだろうが、時と場所をわきまえないと罪のない人々まで巻き添えにするってことを忘れてほしくないんだ。里中、今日のお前なら誰も撃てやしない。ただなんだ。ただ第一打席の土門は勝負をかけてくる。少しでも逃げのピッチングをすると必ず場外へ持ってかれるぞ。うぬぼれるんじゃない、アムロ君。ガンダム一機の働きでマチルダが助けられたり戦争が勝てるなどというほど甘いものではないんだぞ。でもパイロットはその時の戦いに全力を尽くして後悔するような戦い方をしなければそれでいい。はい。私はマチルダが手をかけたこのホワイトベースを愛している。だからこの修理に全力をかけている。コスモ、今何て言ったんだ。カララとジョリバを救出したんだ。助け出したのか。生きてるのか、カララは。そうかジョリバも無事なんだな。大怪我をしているけど。よし、イデオン着艦次第デッドライブをかける。お前、黒焦げのハンバーグって好き？いいのよ、無理に食べてくれなくても。ちょっとお前はミディアムしかダメなんだろう。レミーちゃん、ハンバーグなら僕に任せてください。でよ、今日はよしこ先生研修会で授業は自習のはず。ちょっとみんな自習してて。やるん？あれ、よしこ先生、梅の野郎は。あら、南先生、何かしら。君待つと我が恋おれば我が宿のすだれ動かし秋の風吹くか。よくやったな、おめでとう翼。ロベルト、目は？ああ、大丈夫だ。翼のプレー最初から最後まで見せてもらったよ。見事なプレー、そして見事なキャプテンぶりだった。待て、悪魔超人ども。正義の超人は筋肉マンだけじゃないぞ。このように戦闘不能の筋肉マンを倒してもお前たちの名誉にはならんだろう。したがって筋肉マンが戦えるようになるまでこのテリーマンが筋肉マンに代わってファイトする。ベルボトムに超高層ロンドンブーツ、前ボタン式ジーンズの腰に三段バックルベルト、テキサスジージャンの肩にソフトケース入りガットギター、ウルフカットの頭に懐かしのチューリップハット、さらに極めつけはこのミラーグラス。上杉。はい。あそこでお前が新田を討ち取る確率など1割もなかったはずだ。カッコつけて勝負して撃たれてお前は一生自分の愚かさを悔やみ続けるはずだったんだよ。そうですね。嘘をつけ。たとえそうなったとしてもお前は、いやお前らは手を取り合っていい思い出にしちまうんだよ。呆れるくらいさっぱりとな。付き合いきれねえよ。お前らの中にいると俺がただのバカに見えてくるぜ。すぐ体制、おい、バカぞ。それで喧嘩を売ってるつもりかい。それ、いきがりはよせよ若造。おととし代によっちゃ生かして返さんぞ。
さあ、セイヤ、真のゴールドセイントの力を思い知るがいい。ライトニングボルト。チビの癖しやがって、短い手足でマシンを押してきやがった。傷ついた体で息も絶え絶えに、ここで燃えなきゃ嘘だ。先頭はゼッケン16。海だ、第一コーナーの向こうに海が見える。俺は片足ゆえに攻守に一切の資格を作らず、お前の体力の消耗を待った。鍛え抜いたこの足は必殺の武器となる。見切れるか、この蹴りを。もう20年も前の話だ。警官だった親父が赤ん坊を連れて帰った。そして俺に言った。今日からこの子はお前の妹だと。それが香織だ。香織の母親の形見だというこの指輪を、親父は時々見つめながらつぶやいていた。悲しそうにな。香織が二十歳になったらこれを渡す。真実とともに。ペガサスの翼をもぎ取ってくれ。受けてくれるな、リオ。俺の依頼を。報酬は、すでに受け取ってある。俺の胸に刻まれたお前との日々だ。香織に伝えることは、俺を香織に、香織を頼む。覚えておろう、真空旋風症の威力を。この一発で貴様の腹に風穴を開けてやる。ビクトリーレオン、君の命を私に預けてくれ。この命に代えても地球を守る。全エネルギー結集、このまま突っ込むぞ。突入した時、全エネルギーを解放する。それでは続けて90年代から現在までの作品をご覧ください。ライカ、この世には神様から授かった命以外の生き物がいます。例えばエネルギー生命体や岩石生命体、それに暗黒陶器やガスの塊。悲しいことに、それらはみんな悪の魔力によって生み出された邪悪な怪物たちなのです。何が全国制覇だ、何が日本一だ、何が小北を強くしてやるだ。夢見させるようなこと言うな。なんか手伝うことないかな。俺は3年だから、これが最後だからな。もしインターハイに行けなかったら、あさっての竹里戦が最後の試合だ。まだわからんのか。俺だよ、俺。世界屈指の推理小説家、工藤優作だ。お前の探偵の能力を試してみたんだよ。その結果、見事お前は俺たちの残した手がかりによってここまで乗り込んできた。撃たれるところまで全て俺の計算通りだったがな。このところ雨が続いてたから、こんなに溜まっちゃって。少し手伝っていこうか。大丈夫、私やるよ。ごめんね。任せて。これ洗濯機のところに置いとくから。
なぜ止める？龍の頭を砕き割ろうとしただけだ！すり替えなければわしが死んでいた。恐ろしい、なんというガキだ。想像をはるかに超える流れ、まさに神がかり。私はお前について何も知らぬ。お前が私を知らぬように、お前は闇のサクリアを受け止められる器なのか。最終確認をしよう。基地までおよそ120メートル。開けるのはどのくらいかかるんだ？基地はほとんどトリオンで作られているような。仕組みの解析に数分はかかるだろう。こちらの機械は複雑だからな。あのワンピースを着た君の姿が見たくてね。あ、穴子くんに借りたんだよ。すぐに返したけどね。もしかしたら奥様に内緒の金じゃないのかしら。穴子くんはへそくりをするタイプじゃないよ。君にはもっと似合うワンピースがあるよ。ご視聴ありがとうございました。高評価&チャンネル登録をお願いいたします。